皆さんこんにちは。パーカッショニストのサミーです。今回は予告していたパーカッションルームのシェイカーシリーズ番外編です。番外編なので今回は喋りが入ってますよ。おイエーイ。ということで今回はですね、一つトピックを決めてまして、何かというと確か最初の動画かな、シェイカーシリーズの最初の動画でこの振り方はやめた方がいいわよっていうシーンがあったのを覚えてるでしょうか。それはこれです。覚えてます？上にね上げるやつ、これはねダメだけじゃなくてやめた方がいいです。なんでかというとこの丸型のシェーカー、要は壁が湾曲してるシェーカーだとアクセントがすごくつけづらいです。でもこの木の四角いシェーカーはいけるんですよ。なんでかというと湾曲してないんですよ、側面が。だからアクセントがねすごくね簡単についちゃうんです。逆にその分ねノンアクセントが難しいんですよ、これって。いろんなちょっとタイプによって何がやりやすいかやりにくいかってあるんですけど、このタイプだと上下はすごくやりやすいです。だけどこれだとすごくやりづらいです。でサミーがおすすめするのはこの四角いシェーカーもすごく良いです。すごく感じた、すごく良いです。すごくいいんですけど、こっちの湾曲のシェーカーを習得しといた方が後々便利です。これを習得した後にこれやろうとするとがっかりします。多分アクセントがすごいつけるのが大変なんで。でもこっち習得してたらこっちは簡単にできるようになります。なのでサミのおすすめは湾曲型の丸型のシェーカー、この側面が湾曲してるこのシェーカーを買って、練習してみてください。で、基本ねこれ上下ではなくて原則水平です。ゆっくりでもミドルでもアップテンポでも常に一定です。常に一定、テンポが一定、ボリュームが一定、一定じゃない一定ってなんだよ。ボリュームが一定、グルーブも一定、全部一定です。ノーアクセントはもう全部均等です。どんなテンポでも、でどんなテンポでもどんなシェイカーでもこれができないとダメです。でシェイカーの基本はアクセントもすごく大事なんですけど、一番大事なのはノーアクセントです。これ重要です。ノーアクセントが重要です。このノーアクセントがないとアクセントをどんなに練習してもシェイカー綺麗にならないです。気持ち悪くなっちゃいます。気持ちいいなと思うシェイカーっていうのはやっぱりノーアクセントがすごく上手な人なんですよね、みんな。なのでノーアクセントの重要さをちょっと心にちゃんと留めておいてください。それでアクセントです。アクセントも重要ですよ。アクセントも重要なんだけど、その前に絶対にノーアクセントがすごく大事なんです。なのでノーアクセントをどのテンポでも均等に綺麗に同じボリュームで同じグルーブで均等に触れるようにしてください。そこからアクセントしましょう。ただ気持ちはわかります。フレーズだったりアクセントできるようになりたいって気持ちもすごくわかる。言っちゃって OK、 言っちゃって OK、 OK だけどノーアクセントはアクセント以上に練習してください。いいですか？それができるようになったらバッチグーです。でフレーズを知りたいっていう人もたくさん僕の周りにいらっしゃいます。生徒さんだったりちょっとあの
正解フレーズになりたいんだよねっていうような方でフレーズ教えてほしいっていう方いらっしゃるんですけど、全然いいですよ。そういう好奇心とか熱心に聞きたいっていうのはすごくいいことだと思います。一つキーポイントがあって、フレーズを知るっていうよりもノーアクセントとアクセントっていうのがどのタイミングでもできるようになればフレーズは自分で作れるんですよ。わかります？つまりアクセントつけたいなってところだけアクセントつけてるんです。結構めちゃくちゃだったでしょ、アクセントの位置だけど気持ちいいフレーズになってたでしょ。そういうことなんです。自分がここでアクセントつけたいなって思うところにアクセントがつけられれば、ここにアクセントつけたくないな、ノーアクセントにしたいなっていうところでノーアクセントをキープできればもうフレーズなんです。それだけで、つまりフレーズを覚えるっていうよりもフレーズの基礎になっているものを習得しておけば自在にシェイカーが振れるようになるということです。それがね、一つのコツです。それをちょっと肝に銘じてみてください。もちろんわからないからフレーズを知りたいっていう気持ちもわかります。ただそこのフレーズを知ったところから一つ一つ学んでいくっていう方法ももちろんありますし、いろんな国のね、いろんな民族的な振り方だったりとかリズムだったりとかそういうのもあるので、そういうところから勉強するっていうのも全然ありなんです。間違いではないんです。ただたくさんこうオープンマイクだったりセッションだったりライブだったりそういうところでやるときにこうパッと対応できるためには基礎のアクセントとノーアクセントを習得しておけば臨機応変にできるよということです。これ一つのコツです。なのでちょっと肝に銘じながら練習してみてください。よろしいでしょうか。ということで今回のパーカッションルームシェイカーシリーズ番外編はここまで。サビーでした。またねー。